違いを楽しむ。田口久人。人の数だけ普通があり、人の数だけ当たり前がある。その人にしかわからない苦労や、その人にしかわからない喜びもある。誰にでも得意不得意があり、誰にでも好き嫌いがある。自分のこだわりは周りに関係なく、周りのこだわりも 自分には関係ない。だけど違いを楽しむことができれば、もっと人生は楽しくなる。